これ僕よく言うんですけど、江戸仕草っていう話があって、ね、江戸の人ってこう狭い通路を、ね、はい、通る時に雨が降っているって傘を差します、うん、ね、あの相手の人に邪魔にならないちょっと斜めにして、はいはい、通るというのが、うん、それが江戸仕草、なるほどね、うん、これってだって通る人のことを考えてくる、はいはい、根の気配りでしょ、そうだね、うん、でその辺がねやっぱりこうだいぶ急須になってきてるんですよ、うん、だからおもてなしっていう言葉が流行ったじゃないですか、オリンピックで、はい、でもそのおもてなしっていうことって、うん、本当にどういうことなんだろうって、うん、はい、やっぱり再度考えてみる必要性ってありますよね、うん、やっぱり思ったりとか、うん、本当に相手のことを考えるっていう、うん、はい、そこまで思い当たらない、うん、思えない、はい、ね、これどうしてそうなってしまったのかわからないんだけど、ね、はい、それが、うん、以前から見ると、うん、だいぶ薄れてるなっていうのは、うん、